ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年8月12日、ホロライブの VTuber の中の人として知られる人物が、コミックマーケットでコスプレをしていたところ、暴漢に襲われたとして話題になっています。襲われたのはケーキ姫さん。この方が、誰の中の人であるかは私からは言えないので、各自で調べてください。翻訳を読み上げていきます。ところで、今日の写真はこれで終わりです。来てくれてありがとう。私は、年老いたストーカーに襲われ、何百人もの人の前でパニック発作を起こしたので、正直気持ちが悪いし、どう考えればいいのかわからない。違法でない限り、後ほど、彼の顔写真と詳細を公開します。警察に相談したら、大使館に行けと言われました。今は、コスプレ友達と一緒にいるので、平常心でいようと努めているのですが、このストーカーがナイフを持っていたら、文字通り、その場で私を殺せたかもしれないという考えが頭に浮かびました。彼が私に飛びかかって、10秒くらい私を押さえつけた様子は。某情報筋によると、コミケで、ケーキ姫のストーカー、もとい、ケーキ姫に性的暴行を働いた人物、リックの名前で、暗黒野球、暗黒ウォーキング他にしゃしゃり出てきては、金も払わず逃げることで有名な男だったようで。リックだ。うわぁ、こいつ、昔から、やばいやつだったからな。ケーキ姫ちゃん、せっかく、オーストリアから来日したのに、粘着されちゃったか。ニコ生でかなり知られてるね。昔から粘着されてます。以前にはコミケでキスしようとされた事件もありました。そして、空港到着にてストーキングされ、警察に連れて行きましたけど、まあナイフで襲われたとか、それぐらいじゃないと何もできない的な感じでしたね、あの時は。何年も経ったから油断した。ホロライブに入る前からのストーカーだったみたいだね。昨日は、一日中何もかも我慢して、本当に心が死んでしまったような気分だったけど。深夜、猫シッターから、猫たちのビデオが送られてきて、私は、すぐに涙を流しました。今すぐ家に帰って、猫に会いたい。彼らは私のすべてです。ということでした。気をつけようとしても、これはどうしようもないな。コミケの参加人数で、手荷物検査もできるわけないし。犯人は逮捕もされてないから、また何かのイベントに出演するってなったらまた来るよね、きっと。できる対策は、表に出ていかないことくらいしかないですよね。お気の毒な話です。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。